皆さんこんにちは。私たちの声で国会を、そして日本列島全体を揺るがしていこうじゃありませんか。改憲反対、改憲反対、改憲反対、憲法を生かせ、憲法を生かせ、憲法を生かせ、戦争したがる総理はいらない、みんなで止めよう、安倍会見をみんなで止めよう、戦争反対、球場壊すな、戦争反対、球場壊すな、朝鮮戦争絶対反対、戦争する国絶対反対、戦争する国絶対反対、改憲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 反対、安倍政権をみんなで倒そう、安倍政権をみんなで倒そう、政治を変えよう、みんなで変えよう、安倍会見をみんなで止めよう、会見止めよう、みんなで止めよう、会見止めよう、みんなで止めよう、安倍政権をみんなで倒そう、安倍政権をみんなで倒そう、戦争法は今すぐ廃止、みんなで廃止、共謀罪も今すぐ廃止、共謀罪も今すぐ廃止、憲法違反の法律いらない、今すぐ廃止、今すぐ廃止、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 安倍政権をみんなで倒そう、みんなで倒そう、みんなで倒そう、政治の私物だ絶対反対、政治の私物か絶対反対、政治の私物か絶対反対、
まず最初に開会挨拶を全国市民アクション運営委員の高田健さんよりお願いしたいと思います。高田さんお願いします。皆さんこんにちは。今日は北海道から沖縄までこのほぼ同じ時刻に市民が大きな集会をやったり、あるいは街角に立ったり、さまざまな行動で今この11月3日安倍会見を許さない行動をやっている、そのことをまず最初に確認をしたいと思います。全国の皆さんと一緒に今日の集会は開かれています。この5月3日安倍首相は憲法9条に新しく第3項をつけるとか、そういうことを言って9条改憲を企てました。この9条改憲の企ては実際上は憲法9条第2項を全くないがしろにし、骨抜きにしてこの国を戦争する国にする、そうした企てだと思います。私たちはこの間この安倍会見に反対して全力で戦ってきました。先の衆議院選挙、私たちは一昨年からの野党4党と市民連合の結束によって次の総選挙においては必ず自民党の過半数割れを実現する、こうした準備を全力を挙げてやってきましたけれども、安倍首相の方も敵は去るもので、何としてもこの野党4党と市民連合の結束を壊したい、さまざまな策動をすることによって残念ながら今回の総選挙、野党の中で足並みの乱れが起きてしまいました。本当に私たちも大変なことが起きたとその時は思いました。しかし皆さん、この2年余りの私たちの戦いは決して無駄ではありませんでした。この野党の混乱を克服する新しい勢力が生まれ、そして改めて野党と市民の結束をこの衆議院選挙の中で生み出した、私たちにとって大きな可能性を持った衆議院選挙を戦うことができました。確かに安倍政権は改憲に必要な3分の2を確保しました。しかしながらこの総選挙で私たちが作り出した新しい革新ある野党と市民のこの結束というものは、これから一層大きく発展して安倍内閣の9条改憲の流れを打ち砕いていくに違いないと確信をしています。本日ある報道機関の調査では、改憲、安倍9条改憲反対が 52.8% でしたか、そして安倍9条に賛成というのは 30数%という、そういう数字が出ていました。戦後数字70年にわたって AI と民主主義と平和主義と、そして基本的人権を、そうした運動をやってきたこの運動の流れが日本の市民の中に明確に位置づいていることをこの数字は示していると思います。しかしながらです。しかしながら皆さん、この世論調査で九条改憲反対が大きく賛成を上回っていると言っても、私たちは油断するわけにはいきません。安倍内閣が次の国会で予定している改憲の発議、そしてその後の改憲国民投票、これで私たちは勝てる保証が今あるわけではありません。私たちのこれからの戦いに全てはかかっています。安倍内閣が今それに依拠してやろうとしている改憲手続き法、憲法改正国民投票は、投票法は20にも30にも罠が仕掛けられてあって、改憲派が勝つようなそうした罠が仕掛けられている、このことを無視して私たちは安易に国民投票に期待するわけにはいきません。今改憲の発議を阻止する戦いを全力を挙げてやることを通じて、この国民投票の罠を打ち砕いていく、そうした戦いが必要なんだと思います。皆さん、今日私たちはここに結集しました。2015年の安
の夏、熱い戦いでしたけれども、同様に国会の中では少数派でした。圧倒的な少数の国会議員の皆さんが、国会の審議を延ばしに延ばして、とうとう9月の19日まで追い込んだあの戦いをもう一度思い出しましょう。国会の中で私たちは少数派だと言って、決して諦める必要はない。国会の中の頑張る国会議員の皆さんと、私たち国会の外の民衆がしっかり団結をして戦えば、今度は9月19日をさらにその廃止へと持っていくことも可能だと思います。皆さん、もう一つお知らせがあります。昨年、韓国の民衆は通した戦いを通じて、パク・クネ独裁政権を市民運動の力で、市民運動と韓国国会内の民主勢力の連携によって打ち倒したではないですか。私たちはこの韓国の民衆の戦いにしっかりと学んで、この後の球場会見阻止の戦いを進めていきたいと思います。後でお知らせされると思いますけれども、昨年のあの韓国民衆の戦いを戦い抜いたキャンドル革命の後継組織、主権者国民会のリーダーが本日この場に来てくれました。韓国の人々は日本の私たちの市民の戦いと連携をして、アジアの平和のために戦うと言ってくれています。明後日皆さん、トランプが来ます。トランプと安倍首相の会談、とんでもない危険な匂いのする会談だと思います。私たちのこの韓国のキャンドル革命の後継組織の代表との連帯は、この安倍トランプ会談に対する私たちの明確な対案です。私たちは朝鮮半島の平和を実現する、朝鮮半島で戦争を起こさせない、そうした決意を持って今日のこの球場会見阻止の行動を一緒にやりに行きたいと思います。皆さん、頑張れば必ず勝てると思います。私たちは今全力を挙げて安倍内閣の球場会見を阻止しましょう。3000万署名を全力を挙げてやりに行きましょう。今日の集会を成功させましょう。ありがとうございます。それでは今日はちょっとお時間の関係で続きまして発言をお願いしたいと思います。立憲民主党の枝野幸男代表です。お願いします。皆さん、こんにちは。立憲民主党代表の枝野幸男です。今日は文化の日、そして日本国憲法公布から71年、そして立憲民主党がスタートしてちょうど1ヶ月の日でございます。多くの国民の皆さんに背中を押されて立憲民主党を立ち上げました。その背中を押していただいた大きな力の一つが、安保法制以来、この国会周辺をはじめとして全国各地で立憲主義を守らなければいけない、今の流れを食い止めなければならないということで頑張ってこられた皆さんの声であったということを、この場で改めて皆さんに感謝を込めてお伝えをさせていただきたいというふうに思っています。おとといから特別国会が始まって、第48回衆議院選挙で当選をしたメンバーが国会議員としての仕事を始めました。国会議員はなぜ国会議員であるのか、そしておととい首班指名選挙で安倍晋三さんが総理大臣に選ばれましたが、なぜ安倍晋三さんは内閣総理大臣としての権限を扱っているのか、それは選挙に勝ったからというのは半分でしかありません。憲法というルールに基づいて、こういう手続きで選ばれた人に国会並び立法権、内閣総理大臣ならば行政権が委ねられているに過ぎません。したがってこの自分たちの権限の根拠である憲法に従って権限を
右も左もない近代社会であるならば当たり前の大前提である。21世紀に立憲主義を掲げなければならないということは本当に情けない恥ずかしいことではありますけれども、しかし今掲げざるを得ない、そういう状況にあるという中で、多くの国民の皆さんと共にこの立憲主義を取り戻す戦いの先頭に立っていく決意であります。確かに国会で我々は少数派かもしれません。でも議員内閣制、代議制民主主義というのは選ばれた人に白紙委任をしているわけではありません。立憲主義を守るというのは選ばれた人間にとっての最低限の前提条件でありますし、あるいは9条を改悪していいよという白紙委任をしたものではないということ、そのことは私はしっかりと安倍総理にも、そして多くの国民の皆さんにも訴えていかなければならないというふうに思っています。私自身反省も含めて、これまで永田町の内側を向いた政治があまりにも重きを置いてこられたのではないか、そんな思いをしてきています。私たちは国会の中の戦いと国民の皆さんと共に歩む戦い、車の両輪としてこれから立憲主義を取り戻すために頑張っていきたいと思っています。そしてぜひ皆さんにも呼びかけたいと思います。まだこの立憲主義の危機、日本国憲法の危機というものを同じ思いで感じていただいている国民の方は必ずしも多くはありません。私たちも皆さんも内側を向くのではなくて外側を向きましょう。今気づいていない人たちにしっかりと気づいていただいて、より幅広くより大きな輪を広げていく、その戦いの第一歩、ここ11月3日、日本国憲法が公布をされたこの日に国会前からスタートさせていこうではありませんか。私たちもその先頭に立って皆さんと一緒に頑張ります。私たちは皆さんと一緒に頑張っていきます。ありがとうございました。枝野さんどうもありがとうございました。集まった皆さん、今この国会から新たな運動を巻き起こしていこうとしてます。今日 NHK のニュースで、お昼のニュースで、安倍首相はトランプ大統領の娘さんイバンカと一緒に歩いて、ニコニコして歩いてました。彼はとにかくトランプべったりで、トランプの娘を使いながらも票を獲得して、とにかく自分の人気を高めようとしている。これはトランプに勝るギャンブラーのやり方であります。トランプの娘を使ってさえやっていく。なんと安倍総理は、安倍内閣は、例えば人づくり革命とかなんとか改革とか、全く革命の意味を逆手にとって、革命とは政府を変えていくことであります。革命は政府を変えるのに、安倍内閣が率先して革命改革という、この反革命を私たちは本当に弾劾しなきゃいけない。安倍内閣のやり方はとにかく人民を裏切っていく、人々を裏切っていくというやり方です。今日5月3日は憲法の記念日です。重大な記念日です。しかし私たちは単にお祝いするだけじゃなくて、今この重大な憲法を改憲しようとする安倍内閣に向かっての大きな行動を起こしていかなきゃいけない、そういう時になっていると思います。今問題は憲法9条の中に自衛隊を入れようということです。これはなんと安倍内閣は実際あるものから違憲の自衛隊を合憲にするというふうに言ってますけど、この戦争をしない武力によって絶対国際紛争は解決しないと、中に集団的自衛権を認知させている
自衛隊を入れることによってとにかく平和な草原の中に地雷を置くような、裏切りの地雷を置くような、そういう手段をやってます。私たちは確かに今野党は国会内少数であります。残念ながら少数でしかない。しかし国会外はこういう形で私たちは圧倒的多数によってデモの力によって、集会の力によって、国会外の力によって絶対憲法改悪の発議をさせていかない。そして私たちの力によって、市民の力によって、絶対安倍内閣のやりたい放題にはやらない、抵抗していく。皆さん沖縄の状況を見てください。あるいは原発再稼働をやる やり方を見てください。全く民意に背いている。これは全くファシズム的なやり方です。こういうことには認めていけない、認められない。皆さん今日ばかしじゃない、これからとにかく国会内外、あるいは全国の集会、いろんなことを力を尽くして、絶対多数によって内閣を包囲していく、国会を包囲していく、そういうふうな思いで今日の集会を成功させていこうではありませんか。とにかく頑張っていこう。老人も若者も全部頑張っていく。とにかく命のある限り頑張っていって日本の民主化を達成させたい、というふうな思いでいます。皆さん頑張っていきましょう。ありがとうございました。皆さんこんにちは、落合です。お元気ですか？暑いからちゃんとお水を飲んでくださいね。日差しが強いです。安倍政権にあらゆる意味で私たちは白紙人情を渡したことはありません。そのことをしっかり心に刻んでいきましょう。そもそもさ、先の選挙で政権与党が取ったのは 20% ですよ。全投票率の単なる2割です。議席をそれで7割も占拠したのが彼らであることを私たちは忘れてはならない。つまり非自民である8割の国民を彼らは裏切ってきて、これからも裏切っていくのだということを忘れないようにしていきましょう。野党が求めていた臨時国会を3ヶ月も伸ばしに伸ばして開いた途端に所信証明なし、何が国難突破解散ですか。お前が国難だったって言ってやろうじゃないか。このままお進みください。政治前は600億とも、それ以上とも言われているところのあの選挙の費用は誰が出してるんですか。私たちが出しているんじゃないですか。あの費用を使って彼らが公約に挙げたところの子育て支援やるいいじゃないですか。あの費用を使ってもうすぐ冬を迎える東日本大震災の被災者の方や、東京電力って必ずつけましょうね。東京電力福島第一原発事故の被害を受けた人たちの支援と再生に使えばいいじゃないですか。自分の金で総選挙やれって叫びたくなりますよね。そしてオスプレイの事故が多発しながら放置されている沖縄の方々の悔しさを考えましょう。沖縄に国難を与えているのは誰なんだ。市民と安心と安全に国難を与えているのは誰なんだ。はっきりさせようじゃありませんか。最近やたら謙虚という言葉を彼らは使いますね。謙虚の意味を変えなければなりません。彼らが言うところの謙虚は市民無視であり横暴であり、考えの違いも違うものを抹殺するというのが謙虚なんです。彼らの言うこと、私たちの謙虚は人と人が結び合って今日の味噌汁おいしいねってうなずき合って共に生きていくということが私たちの謙虚ではありませんか。私たちの本当の安全保障を実現させましょう。1、原発なくすことです。2、日本にあるところの内米の基地をなくすことです。そして憲法を守ることが私
みんなで約束をして諦めることを諦めてはいけないんで、諦めない私たち、前に進んでいく私たちでありましょう。権力は人を酔わせるものです。早く二日酔いから彼らを目覚めさせましょう。ありがとうございました。落合さん、どうもありがとうございました。皆さん、もうご存知だと思いますけれども、今年ノーベル平和賞を受賞したアイキャンの国際運営委員を務めておりますピースボート共同代表の川崎明さんがお越しになっております。ピーチお願いします。皆さん、こんにちは。今年7月に国連で核兵器禁止条約という歴史的な画期的な条約が採択をされました。国連加盟国の約3分の2、122カ国が賛成をしてですね、あらゆる意味で核兵器を禁止して、核兵器を全面廃絶させるためのそういう条約がついに出来上がったのです。広島、長崎への原爆投下から72年を経て、ようやく核兵器の全面禁止と廃絶ということが国際法で定まりました。このことをずっと応援してきたのは世界中の市民運動であり、また広島や長崎の被爆者の皆さんでありました。その努力を祝福しまして、この度大変ありがたいことにノーベル委員会が今年のノーベル平和賞を核兵器廃絶国際キャンペーンアイキャンにくださいました。来月オスロで、平和賞の授賞式が行われます。私もですね、広島や長崎の被爆者の皆さんと一緒に参加をしてまいります。この場に被爆者の皆さんがに来ていただくということは、ノーベル委員会やアイキャンの仲間たちの総意で、ぜひともこの第二次世界大戦のこの苦しみ、この原爆投下の苦しみを経験した彼らにいてほしいという願いから、これが実現したわけであります。考えてみれば、核兵器廃絶の願いということと、それから憲法9条を通じた不戦の誓いというものは、あの第二次世界大戦から私たちが学び取った2つの重要な教訓であり、戦後の日本、戦後の世界をどうやって形作っていくかというですね、2つの大きな優先目標であったはずであります。それにもかかわらず、大変残念なことに日本の政府はですね、核兵器禁止条約には反対、平和憲法は壊すと変えてしまうという全く正反対、進むべき方向と全く正反対の道を歩んでおります。このことは世界中から心配をされています。今回の禁止条約交渉会議の席にですね、日本からも被爆者の方々が参加をいたしました。外交官の方々を集めてイベントも開催をいたしましたけれども、その時に会場から、なんで日本の政府は核兵器禁止条約に賛成しないのか、そしてなんでその政府はあの平和憲法9条を変えようとしているのかということがですね、次々に質問が出てきました。この政府が核兵器禁止条約に反対をして、核保有国アメリカと全く同じ立場を取ろうとしているということと、それと憲法9条を変えてしまって、自衛権という名前のもとにですね、どんどんと自衛隊の権限を無制限に広げていってしまう、この2つはですね、表裏一体の同じ問題であるというふうに思います。政府は北朝鮮の脅威ということを憲法9条を変えるための言い訳に使おうとしているようでありますが、本当に皆さん、北朝鮮の核問題、これが深刻な問題だというふうに思うのであれば、やるべきことは核兵器禁止条約に署名、批准して、
そして北朝鮮に対しても核兵器禁止条約に署名批准をするということを迫るということではありませんか。それに反対をしておいて、そして憲法9条を変えるということはですね、将来日本が戦争をしていくということを世界中に示すものでありまして、今北朝鮮とアメリカの間で大変な戦争の脅威が高まっていますけれども、この問題を解決するためにも全く逆行しているというふうに言わざるを得ません。私たちはこの、日本国憲法の公布の日に、この11月3日にですね、本当に原点に立ち返って二度と戦争をしない、そして戦争をしてしまったらそれは最終的には核兵器の使用まで至るわけです。そのようなことを決して繰り返さないためにですね、憲法9条を守って生かす、そして核兵器禁止条約に署名批准をして、一刻も早くこの禁止条約を発効させ、世界中で核兵器をなくす、戦争を起こさないという、そういう国際運動を盛り上げている、それが私たちが進むべき道だと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。これから移動される方はぜひ国会の憲政記念公園の中に移動をよろしくお願いします。また通路の確保、左側通行、皆さんご協力をよろしくお願いします。それでは皆さん、あの韓国のキャンドル革命を成功させたリーダーのお一人で、東北アジア平和センター理事長のキム・ヨンホさんが今日ソウルから駆けつけてくられました。時間の関係で申し訳ありませんが、日本語でお願いします。キム・ヨンホさんです。韓国からやってきましたキム・ヨンホと申します。外国人がなぜという方もいらっしゃると思います。実は憲法9条の問題は日本の国内の問題ではなくて、問題にとどまらず世界歴史の問題です。戦後日本が戦前の歴史に対する締めくくりの表しとして憲法9条ができましたし、新しい戦後の国際関係を安心させるために、それで憲法9条が可能になったと思います。この意味で憲法9条はアジアの平和の宝です。戦後世界平和体制の柱です。世界問題都市での憲法9条の問題、これを確かめたいと思います。その意味で世界平和を愛する方がこの場に参加するのは当たり前じゃないでしょうか。憲法9条を推し進めるプロセスが私は怖いです。それを推し進めるためには敵を外で敵を作らなければならない。韓国、中国、北朝鮮、そういう敵を作って敵に対してあらゆる悪口をするんです。それに対して正しい情報ではなくて勝手な情報ばっかり、それを増やして、そういう方向に日本の国民もそういう方向に促すです。相手に対する悪口ばかりして、いろんなヘイトスピーチをして、そういう方向で行くのはこれはかなりです。かなりこれは怖しいです。怖いです。島の問題で両党ナショナリズムを引き起こして
それで安保ナショナリズムでナショナリズムで憲法を推し進めるこのプロセスが最も怖いです。もし共助がなくなって その結果がどうなるんでしょうか。普通の国家になるんですか。普通の国家ではなくて私の考えでは戦前のファシズムの国家の復活になる恐れが最も強いです。普通の国家ではなくて新しい文国主義の出発点になる恐れが最も強いです。もし憲法9条が改正されれば相手の国家は まだ軍拡を方向に行かざるを得ないです。中国も軍拡、韓国も軍拡、北朝鮮も軍拡、そうすればアジアは軍拡の悪循環に入ってしまうんです。それでアジアは憲法9条を守って平和の国家に地域に行くか、あるいは軍拡の悪循環に陥って毎年日本円で10兆円くらいのお金を使って国民の税金が高くなり、みんな軍隊に行かざるない、こういう不安のアジアに行くべきでいいか、こういう分かれ道に今いると思います。そういう意味で憲法9条を守ることは日本のみならずアジア全体にとって世界にとって非常に重要な世界問題です。私がここで言いたいのは憲法9条を皆さんが守るの姿勢で行くべきではなくて攻めの姿勢で消極的に守りをする立場ではなくて積極的に攻めをする、こういう立場で行っていきたいと思います。それで私一つ提言したのはスイスで毎年世界経済フォーラム、ウォールドイカミックフォーラムで世界の注目を集めます。これ日本で東京で私はアジアの皆さんの意思、平和の意思を込めて、世界の平和の意思を込めて、ここでウォールドピースフォーラムを皆さんが作ってほしいんです。スイスの世界経済フォーラムをはるかに超える域の世界平和フォーラムを作っていただきたいと思います。それを金持ちのトップ金ではなくて市民のお金で、クラウドファンディングで市民班の世界平和フォーラムを全員集め作って世界の平和を愛する人々のセンターになってほしいんです。それを皆さんに訴えたいと思います。キム・ヨンホさん、どうもありがとうございました。このために駆けつけてくださいまして、もう一度大きな拍手をお願いします。連帯して、海外連帯して、私たちも平和の輪を広げましょう。それでは皆さんにお願いです。この戦いは今日でおしまいじゃないんです。今日から始まるんです。これから憲法を発議させない、こういった憲法をめぐる大闘争が始まります。そのためにもこれからたくさんの集会、たくさんの、集会の企画などを行っていかなければならないのです。そのためにも大変な資金が必要です。今からオレンジのスカーフをつけてカンパ袋を持ったスタッフが皆さんのところに参りますので、どうかここまで来る交通費も大変だったと思うんですけれども、あともう少し、カンパをよろしくお願いします。それでは、政党の挨拶に移りたいと思います。お忙しい中、国会議員の皆さん
にちは。共産党の志位和夫です。まず総選挙でのご支援に心からの感謝を申し上げます。共産党は、残念ながら議席を減らしてしまいましたが、私たちの力不足であり、力をつけて次の選挙では必ず巻き返したいと決意しております。ただ皆さん、同時に今度の総選挙、市民と野党の共闘という形で選挙戦いまして、立憲民主党が躍進し、共闘勢力全体としては議席を倍に伸ばすことができたことは、私たちにとっても大きな喜びでございます。そして皆さん、野党3党は市民連合の皆さんと7項目の政策合意を結びましたが、その第1項目目は安倍政権による9条改憲を許さない、これが第1項目目です。これをみんなでこの公約を実行するために頑張り抜きますので、どうか力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。安倍首相は9条に自衛隊を明記すると言ってます。安倍さんと議論しますとね、今と何も変わりはありません、ただ書くだけです、こういうことを言います。しかしね、変わりがないんだったら憲法を変える必要ないじゃないですか。大きな問題出てまいります。法律の世界では、後から作った法律は前の法律に優先するというのが一般原則と言われます。ですから仮に9条2項を残したとしても、後から別の項目で自衛隊と書きますとね、こちらが優先して2項が死んでしまいます。しかし皆さん、私たちの憲法9条、9条をたらしめている9条の命は2項にこそあるんではないでしょうか。2項があるから戦後日本は自衛隊1人の外国人も殺さず、1人の戦死者も出しておりません。2項が壁になって海外派兵を阻んできました。これ外してしまいましたらね、海外での武力行使無制限になってしまいます。このような恐ろしい道は絶対に許すなという声を広げに広げようではございませんか。大体皆さん、あの安倍晋三さんに憲法改定を語る資格があるでしょうか。憲法を守ってないじゃないですか。安保法制、共謀罪、秘密を、どれもこれも憲法違反の法律をご利用した。野党が憲法53条に基づいて臨時国会の召集を要求しても、3ヶ月もほったらかしにした挙句冒頭解散をやる。皆さん、憲法を守らない首相に憲法を変える資格などありません。今の日本に求められているのは憲法を変えることじゃない、憲法をちゃんと守る政治を作ることではないでしょうか。最後に皆さん、私たちの目標をどこに捨てるか。私はですね、9条改憲案の国会発議を絶対に許さない、ここに目標を据えて頑張るじゃないですか。皆さん、これ可能でしょうか。国会の中からだけ見ますと改憲派多数です。しかし国民の皆さんの中で、安倍9条改憲は絶対にダメだという揺るぎない多数を作れば、あの安倍さんだってね、国会発議怖くてできなくなりますよ。そういう状況に追い込もうじゃないですか。皆さん、戦いの主人公は主権者である国民の皆さんです。皆さんの中で安倍9条改憲絶対阻止の揺るぎない多数を作り、改憲策動みんなの力で葬り去ろうじゃありませんか。私たちも一緒に頑張ります。ありがとうございました。新さん、どうもありがとうございました。ですね、今日は、大変暑くなって、寒さ対策をしてきても暑さ対策というのはあまりしてこなかった方もいらっしゃると思います、お水の水分補給と、また具合が悪くなった方は救護班が
回っていますので、救護マン、お水を持っていますので、声をかけて水分補給をよろしくお願いします。それでは続きまして、民進党の江崎隆さんです。こんにちは。心なしか拍手が少ないようですけど、ありがとうございます。立憲フォーラムの事務局長をしております民進党の参議院議員江崎でございます。2013年の4月ですね、超党派で立憲フォーラムを立ち上げたのは、立憲を使ったのは僕らが最初なんですよ。その時は96条選考改正、あの話でした。小林節さんとかが泥棒に裏口の鍵を渡すようなもんじゃないか、絶対阻止する、これは成功した。その時に小林さんとお話したことがあります。これはひょっとしたら正面突破をしてくるんじゃないか、それが2年前の9月の19日忘れ物をしません、あの国会の参議院の本会議で強行採決をされた法案、それが安全保障関連法案でした。10月の19日の日に集会が行われました。先月です。あの頃は雨が大きかった、こんなにいい天気じゃありません。傘を差しながら多くの皆さんが集会に参加をさせていただきました。私もそこで挨拶に立った。なぜ19日か、9月の19日を忘れない、2年間も続けられてるんですよ皆さん、ずっと続けられてきた、その大きな大きな思いが今ここに結びついています。間違いない。僕は民進党の参議院でもありながら、ある政党の立ち上げを協力しました。西新橋の選対本部に開設をして2日後のことでした。大きな花輪が届いた。送り主は命の党菅原文子とありました。あの人のことを思い出した。2014年の11月の1日その方は沖縄県知事選挙の応援に闘病中の体を押して駆けつけた。そして名演説を行った。その時に言った言葉、弾はまだ残っとるがよ、これを中山さんにぶつけたい、そのために来たんだ。何の比喩が分かったと思います。菅原文太さんです。そのお花が届いた時に私たちにこう言ったような気がした。ほら見ろ、皆さんたち一人一人の中に自由と平和と民主主義と戦争を憎む心がまだ残ったってないか、だから新しい政党が生まれたんじゃないか、そんな思いを私は聞いたような気がしました。菅原さん、その演説でこんなことも言われてる。本沖縄の風土も日本の風土も海も山も空気も風も国家のものではありません。そこに住む人々のものです。ならば皆さん、この青空も空気も風もこの思いも全てあそこにいる人たちのものではない。ましてやその隣に住んでる人のものでもないんです。我々の戦いはだから強い、だから必ず成功します。当たり前です。当たり前のことを我々は要求している。当たり前のものをこの手から掴み離さない、その運動をやっているのが今のこの日です。民進党だいぶ少なくなりました。立憲フォーラムの代表も幹事長もあっちの党に行っちゃった。いつお前行くんだ。いやまだ行けない。参議院の民進党がまだ僕を必要としてる。そんな思いでこれからも民進党の中で戦っていくことを改めてお誓い申し上げます。そして皆さんたちと心は全く一緒だ。もう一度言います。日本の風土も海も山も空気も風も国家のものではありません。民主主義も憲法も平和主義も全部皆さんたちの手の中にあることをもう一度確認しましょう。ありがとうございました。
にちは。紹介していただきました社民党副党首福島みずほです。社民党を代表して今日来られた全ての皆さんお一人お一人に心から連帯のご挨拶を差し上げます。今日は11月3日憲法が公布された日です。私は日本国憲法が大好きです。女性も男性も障害のある人も外国人もみんなみんな元気でいいんだと日本国憲法は励ましてきたのではないでしょうか。憲法9条が世界で戦争しないように権力に歯止めをかけてきたのではないでしょうか。皆さん、今日集まられた皆さん、今憲法は実は最大の危機に瀕している、そう思います。安倍総理は2014年秘密保護法を作り、2015年安保関連法戦争法を強行採決し、今年共謀罪を成立をさせました。そして来年憲法9条の発議をやろうとしています。今度の選挙の公約、自民党は具体的に踏み込み与党でこのことを話しています。憲法9条3項に自衛隊を明記する、どうでしょうか。皆さん、安倍総理は憲法を理解していない、政府見解をねじ曲げてねじ曲げてねじ曲げて、あの集団的自衛権の行使は違憲なのに集団的自衛権の行使を認める違憲の安保関連法を強行成立させました。9条3項に自衛隊を明記するということはまさにこの安保関連法の合憲化ではないでしょうか。この自衛権、自衛隊は集団的自衛権の行使をする自衛隊のことです。戦争をしない国から戦争をする国へ、この日本の社会を戦後180度変えさせてはならないと思いますが、皆さんどうですか。9条3項に自衛隊を明記をすることは9条の破壊です。全ての参加者の皆さん、国民の皆さん、市民の皆さん、憲法9条を戦争しないと決めた憲法9条の破壊を許さない、その声を大きく上げていこうではありませんか。緊急事態宣言条項は皆さんたちの基本的人権を法律ではなく内閣限りで剥奪できる、奪っていけるものです。教育の無償化、参議院の合区解消のための憲法改正、おかしいですよ。そんなの教育の無償化だったら今からやればいいじゃないですか。やればいいじゃないですか。国民投票のために必要な852億円を教育の無償化のために使うべきだと思いますが、皆さんどうですか。皆さん、来年通常国会にまさに憲法改正の発議を安倍総理はしようとしています。新しく野党ができ、野党がそれぞれ党内のことにかなりエネルギーを注がなくてはならない状況が広がり、そして国民の皆さんが9条3項に入れることの意味が広がらないうちに、来年通常国会の間6月あるいは3月末に予算が成立した後に、まさにいつでも憲法改正の発議をしようとしている、そう思います。皆さん、憲法改正の発議をしたら必ず国民投票で安倍総理は敗れる、そんな状況を一緒に作っていこうではありませんか。皆さん、お一人お一人に心からお願いです。周りで話をしましょう、イベントをやりましょう、いろんな表現をやっていきましょう。国民投票すれば必ず敗れる、その状況を作って安倍総理の野望を国民の力で打ち砕いていこうではありませんか。来年9月に自民党総裁選があります。2019年統一地方選挙、3月4月、そして7月が参議院選挙です。
私は安倍総理はとにかく急いでやるだろう、来年6月危険水域、そう思っています。今日11月3日まさに憲法が公布された日、国民が大きく大きく渦を作る、そんな出発点の日にしていこうではありませんか。皆さん、憲法全文はこう言っています。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起きることのないようにすることを決意し、主権が国民に損することを宣言し、この憲法を確定するというものです。政府が戦争を始めます。この愚かな政府が憲法を変え、そして戦争を始めることを主権者である皆さんたちが、私たちが阻んでいこうではありませんか。それが今の社会だ、そう思います。民主主義が勝つ、主権者が勝つ、人々が勝つ、その状況を一緒に作っていきましょう。社民党はその先頭に立って、他の党としっかりスクラムを組み、そして全ての国民に、全ての市民に訴える、その決意を申し上げ、あなたの力が必要なんです。憲法9条改悪阻止し、平和な日本を作り続けるためにあなたの力が必要なんです。一緒に力を合わせていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。福島さん、どうもありがとうございました。それでは自由党の小沢代表からメッセージが来ています。一部抜粋いたしまして、司会の方で代読させていただきます。安倍政権の権力の私物化と乱用は今以上に進み、安倍政権を批判する勢力はますます許されない存在になることでしょう。今やこの国はいつか来たおぞましい道を再び歩み始めています。引き続き必要なことは結集、バラバラではいつまでたっても勝てません。いずれ野党は存在すらできなくなります。そういう危機感を持って結集に向けて、ぜひ市民の皆様のお力をいただきたいのです。安倍政権が戦後培ってきた全てを壊す前に、この国を救うためにぜひお力をお貸しください。我々も死に物狂いで引き続き戦ってまいります。2017年11月3日自由党代表小沢一郎。それではもう一度野党、立憲野党の皆さんに大きな連帯の拍手をお送りください。共に頑張りましょう。私たちも国会内外、そして国会外で憲法を守る戦いを引き続き頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ここでもう一度アナウンスをさせていただきたいと思います。大変混み合っております。通路の確保をお願いします。体調が悪くなられた方は遠慮なさらずに、手を挙げてオレンジのスカーフ、もしくは95と書かれたゼッケンをつけた救護班、95と書かれた上り旗を持っている方に声をかけてください。通路が開かないと救護班も通れませんので、95という上りが通りましたら皆さんどうか道を開けてください。よろしくお願いします。大変、混雑しておりますけれども、憲政記念公園の中、または通路の確保、ご協力をよろしくお願いします。それではもう一度皆さんと一緒に国会に向かってコールをしたいと思います。コールは総係行動実行委員会の長尾恵子さんです。皆さんお疲れ様です。この大変な人、これが民意です。民意を示すためにコールで団結を高め合っていきましょう。今日のプラカード、憲法を守り生かせ9条改憲をどうぞご用意ください。改憲反対、9条守れ、戦争反対、9条生かせ、改憲反対、9条守れ、戦争反対、9条生かせ、する国絶対反対。
Thank you.
私の意見を少し述べさせていただきます。今提案されておりますところの憲法9条3項を付け加えるという改正案は私は反対をいたします。十分な国会の審議とか国民の理解を得ないままに議員数の数を頼んで
これを強行突破しようということはとてもやはり許されるべきではないと思います。これは戦後70年で我が国が築いた国際的な信用と国内での安全安心の暮らし、そういうものを保障してきた憲法規範というものを著しく損ねるものです。私は憲法の改正を検討すること自体には反対するものではありません。また一市民として日本の安全保障の問題を真剣に対応するということは必要だというふうに思っております。しかし安倍総理及び安倍内閣の近年の独裁的な手法やり口を認めるわけにはいきません。政治には理念、高い理想というものが必要です。それを安倍内閣、安倍総理はないがしろにしております。安倍総理が目指しているのは天皇主権で戦争ができる普通の国だということですが、これは戦前の日本へ戻るというコースです。そこでは国民の自由と権利というものは著しく制限されていました。現行憲法の理念というものはご承知のように主権、在民、平和主義及び基本的人権の尊重です。この理念が今無視されようとしています。今回の突然の総選挙によって自民党が大勝をして与党の公明党とともにですね、憲法改正発議に必要な議員総数の3分の2を超えたという事実は事実として、それが安倍ファーストの救助改正案を国民が認めたということでは全くありません。これはメディアによるアンケートでも国民の半数がこの救助改正に反対をしているわけです。それから総理は北朝鮮と米国との国際的な緊張が高まったということをですね、北朝鮮の脅威、これは国難であると称して、これを解散の大義ということにしました。しかし本当の国難というのは安倍総理自身、安倍内閣の存続であります。一旦その戦争が始まればですね、被害を受けるのは米国本土ではなくて、日本にあるアメリカの軍事施設及び日本の原子力発電所その他の日本の施設である日本の国民であります。私は今81歳で、終戦の時には9歳の少年でした。その戦争の悲惨さというものをいささかでも体験したものとしてですね、戦争というものは何としても阻止するべきだと考えています。安倍内閣と安倍総理のその口先に、ごまかされてですね、主権者である国民はいわば裸の王様になってのではないでしょうか。米国による安全保障とか、国内での安全安心の暮らしといった立派な素敵な着物を着てますよというずるい仕立て屋テーラー安倍によってですね、そのごまかされてるのではないかと思います。少数の人をですね、
長期間、騙すということはできると、それから多数の人を一時的にごまかすという、これもできると。しかし多数の人を長い間騙すということはできないということです。王様は裸だよという子供の真っ当な意見を担うのが立憲民主党、その他協力をしている野党であると思います。我が国の民主主義、立憲主義、法の支配というものを守るためには、心ある主権者としての国民一人一人が勇気を持って発言をしていくということが必要です。3連敗しても巻き返せます。皆さん、我が国の平和と民主主義を守るために頑張りましょう。浜田さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、埼玉大学名誉教授の照岡逸子さんです。皆さん、こんにちは。私も戦前の世代の生き残りの一人です。本当に戦争というのはどういうものかということは、言葉ではとてもお伝えできません。で、私の友達であった男の子は14歳で予科練という飛行機乗りになりました。もうそうせざるを得ない時代だったんです。それで一旦ですね、戦争始まらなくても武力というものでことを片付けよう、あるいは力で多数でことを片付けようという社会になったらどういうふうになるか、一言で言えば全ての自由がなくなる社会になるんです。で、14歳で死んでいった私の友達を送った時に、今は皆さん盛大なパーティーなどなさると思いますけど、その時送ることができたのは、田舎の人から分けてもらったさつまいもをふかして机の上に乗せて、さよなら皆さんっていう、それだけだったんですよ。で、その若者たちはどんなに科学者になりたかったか、芸術家になりたかったか、皆さん長野の無言館っていうのをご存知でしょ。本当にいろいろな思いを胸に潜めて、お国のためと口では言ったけれども、本当に無念の中に彼らは死にました。で、私は憲法を本当に私たちの手に取った時に、その無念の中に死んでいった本当に悲しい少年や遺族たちに報いるのは、この憲法を守り抜くことなんだと心に誓いました。で、この憲法は日本の国に対してだけのものでなく、世界に対して作られた憲法だと思います。もう今はですね、核の時代でミサイルが飛んでくるときに武力で戦っても勝つなんていうことは、どこの国も勝利する国はありません。それで私はその300万人の人が死んでいったっていう、その私の友人の気持ちを、殺さないで人の命を救うという NGO 活動に20年間捧げました。もちろん大学の仕事もしましたけど、その傍らいろいろなところの難民や孤児たちを助ける仕事を続けてきました。で、本当に人道援助っていうのはどんなにいいものか、戦争に比べて何倍もいいものかということをその中で経験しました。例えば私たちが内戦の中で傷ついた両方の敵対し合う若者たちを一緒に合宿して、平和の大切さを生活の中でみんなで語り合うっていうことをするとき、 NATO の国々がやる人道支援のプロジェクトの前にはあんまり集まりません。でも日本の国がやる人道支援のプロジェクトの前は行列です。で、それは日本は野心がない人道国家であるから、平和国家であるからとみんな言ってくれます。で、その中でも私は本当に日本国憲法は世界に対して作られた憲法なの、これを
もう守り抜くっていうことが私に残された一つの仕事なんだっていうことを考えました。それで今ですね、その武力じゃない形で何ができるかっていうことは、一番大事なのは武力や戦争の反対は対話です。ところが今対話できない人間の一番典型的な人物は誰だと思いますか？それは安倍首相です。対話できない首相をいただいて戦争を煽るような、そういう首相をいただいている私たちは本当に真剣になってそれに対して戦っていくということを日常的な行動の中でやっていかなくちゃいけないと思います。で、皆さんは3000万人署名のことをご存知だと思いますが、署名をしていただくときに一人一人に対話をしてください。どんなに平和が大事かっていうことを話し合ってください。それがなかったらやっぱり署名の、数も大事です、大きな集会も大事だけど、それを本当に実のある効果があるものにするには一人一人とやっぱり対話し合うってことは大事だと思います。で、私は3分の2に投票した人の気持ちを本当このことを言うとわからないんですね。どうしてかってどんなに考えても分かりません。でもそれはやっぱり一人一人と心から対話するっていうことをしなければ、3分の2というその何と言っていいか分からない、その心理を本当の平和を大切に、みんなで人権を大切にしましょうねっていうところには持っていけないと思いました。それで私たちはいつもですね、安倍にも負けず賭けにも負けずと言って本当に平和のための毎日毎日の小さな会話を繰り返しています。どうぞ皆さんと一緒にこれから日本の憲法を守っていきたいと思います。皆さんこんにちは。日本体育大学で憲法を教えている清水と申します。本当に安倍政権の立憲主義、民主主義、平和主義否定、もう本当にひどいですね。で、立憲主義否定で典型的なのは、閣議決定で集団的自衛権行使、否認の解釈を変えたこと、本来憲法を変えないとできないことをやってしまったことです。で、これはやはり憲法というのは国家権力が守らなければいけないルールのようなものですけれども、安倍首相は要するにサッカーで言えばゴールキーパーの私安倍は私だけ手を使ってもいいんですよというルールを作ってサッカーの試合をするようなものです。これは普通サッカーであれば一発でレッドカードです。で、実際にはサッカーではない。じゃあどうしたらいいか。私たち市民が安倍政権にレッドカードを突きつけようじゃないでしょうか。民主主義についても、ナチスの経験がありますから、戦後は単なる多数決民主主義ではないわけです。一般的には多数決権利で物を決めますけども、でもその場合でも憲法違反の法律を作ってはいけない、多数決で人権を奪ってはいけない、そして少数派の意見にも耳を傾ける熟議民主主義ってものを戦後形作ってきました。これを否定する数の力が民主主義だというのが安倍政権のせいです。今回の質問の時間配分の変更も安倍首相の指示、本当にひどいですね。民主党政権の時に自民党が要求して野党は8割、与党が2割という時間配分を決めたのに、これを議席に応じて、与党にもっと時間をよこせと言ってるわけですけれども、本当に節操がない。自分たちが言ったことをもう忘れてるわけです。それは例えば細川連立政権が誕生するときに、自民党はあの時なんと公明党が政権に入るのは、政教分離違反だ、憲法違反だと言ったんですよね。でもその後、公明党と連立を組んでる。本当に自民党ってのは節操がない。これに対して私たちは批判をしなければいけないと思います。
そして、まあ、議席配分に応じて質問をというのであれば、そもそもやはり得票に応じて議席を配分する比例代表制を導入すべきです。憲法学会でも、国会議員は国民代表、この代表の意味の中で社会学的代表論という考え方があって、これはなるべく民意を反映しなければいけないという考え方があります。そうであれば望ましいのは比例代表です。ただはもちろん、国によって小選挙区比例代表どっち取るかは、これは政治的な判断に委ねられている問題ですけれども、でもやはり憲法学では小選挙区差よりは比例代表の方が望ましい、そういう考え方がない、まあ、本当に民主主義が分かってない安倍政権にノーを言わなければいけません。で、平和主義についても今回9条、いわゆるカッコつきの加憲論を言っております。これはやはり、3項あるいは9条の2で自衛隊の存在を明記するというのは、法学一般の原則、広報優先の原則からすれば9条2項は残りますけれども、後からできた3項または9条の2の方が優先する、だから2項は残ってもこれはもう空文化、私文化していきます。しかもこれは集団的自衛権行使ができるその自衛隊を容認するものであって、従来の平和主義を大きく変えてしまう、到底こういう改憲を認めるわけにはいきません。安倍政権はこれから改憲しようとしておりますけれども、確かに選挙で改憲派8割を占めている、でもこれに悲観する必要はありません。国会で発議できるかもしれませんけれども、でも国民投票で負けるような案は出せません。そうであれば、発議させないような運動をこれから私たちは地道にやっていかなければいけません。その一つがこのような、国会来訪意行動、あるいは毎月19日の集会、そして全国市民アクションが提起している3000万署名です。ぜひこの運動を続け、世論を盛り上げていこうじゃありませんか。で、やはり安倍首相は5月3日の改憲派の集会でも最後の締めの言葉が憲法改正に向けて共に頑張りましょうと言ったわけです。まあ、本当に彼は法学部出身なのに憲法が分かってない、憲法99条からすれば大臣や国会議員には憲法尊重擁護義務があるわけです。そういう人物がそういう発言してはいけない、これは明らかに憲法違反です。安倍首相が私の授業を取ってれば当然負荷をつけます。まあ、実際に私の授業を取ってませんから、そうであれば私たち市民が安倍政権に負荷をつけようじゃありませんか。私もこの憲法研究者としてもいろんな形で声を上げていきます。共に頑張りましょう。関口さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、元 NHK プロデューサーで武蔵大学教授の永田耕造さんです。皆さんこんにちは、永田耕造と言います。今は大学の教員、その前は NHK のプロデューサーでした。国会前のたくさんの人たちの中に木村真紀さんが来られています。先ほどまで学生たちと一緒に木村さんのドキュメンタリーの撮影を、させていただいていました。横浜事件という戦前戦中最大の言論弾圧事件をご存知だと思います。治安維持法という悪法によって木村さんのお連れ合い木村徹さんをはじめたくさんのジャーナリストが拷問を受け獄死し、でっち上げによって有罪となりました。それから72年、木村徹さんは最新の無罪の声を聞くことなく亡くなりました。妻の真紀さんが夫の意思を引き継ぎで国を相手に裁判を続けておられます。再審の扉が開かれなかったのは国が裁判資料を故意に燃やしてしまったからです。なぜ文書を燃やしたのか、そのことをめぐって木村さんは今戦っています。国の主張はこうです。国は間違うことなどないのだと、国がやることに間違いはない。しかし本当にそうでしょうか。最近の安倍政権を見ても間違いだらけではありませんか。森友学園
加計学園、高江や辺野古の基地建設強行、文書は隠され疑惑だらけなのにもかかわらず、昨晩は獣医学部の認可のニュースが流されました。なんという不公正がまかり通っているのでしょうか。どうしてもここでお話ししたいことがあります。伊藤詩織さんが受けたレイプ事件です。先日詩織さん自身が外国人記者クラブで記者会見をしました。どれほどの勇気がいったことでしょうか。レイプの容器がかけられているのは元 TBS ワシントン支局長の山口敬之氏です。山口氏は総理という著書を表し、安倍総理の覚えがめでたい人物です。その山口氏に対して高輪警察署が取り調べをし、裁判所が逮捕状の請求を認め、空港で山口氏の逮捕はなされる寸前、警察官の携帯電話が鳴り、逮捕は見送られました。待ったをかけたのは当時の警視庁刑事部長の中村至氏でした。中村氏はこう語ったと言われています。 TBS の幹部記者だったから守ったと。つまり大手メディアの主要ポストの人間は自分たち警察の仲間であり、しおりさんという女性よりも大切なのだと中村氏は考えたのです。中村氏は以前は菅官房長官の秘書官でした。3年前クローズアップ現代のスタジオで集団的自衛権の閣議決定をめぐって菅氏に国やキャスターが何度も質問したことに対して放送後脅しをかけたのも中村氏だと言われています。ジャーナリズムの基本は暴走する権力の監視です。そうしたジャーナリズムが権力と癒着し、レイプをもみ消してもらっていいのでしょうか。安倍政権は間違います。国の最高法規である憲法を間違いだらけで、権力を私物化する安倍政権の好き勝手にすることは断じてなりません。立憲主義とは憲法によって国家の暴走に歯止めをかけることを言います。ジャーナリズムとは人々の知る権利に奉仕し、国家の悪を暴き、暴走を食い止め、声を上げられない人たちのために小さな声をすくい上げ、弱い人の側に立ち、より良き世の中を作っていくために貢献することです。ジャーナリストが安倍政権のご機嫌を伺ったり、権威をもみ消してもらったり、すり寄ったりしては断じてなりません。ジャーナリズムが奉仕すべきは市民、視聴者、読者です。どうか心あるジャーナリストを守り育てましょう。良きジャーナリストの応援していきましょう。そしてこの傲慢で聞く耳を持たない安倍政権を今度こそ倒しましょう。永田さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、安保法制違憲訴訟女の会の柚木靖子さんです。皆さん、安保法制違憲訴訟女の会の裁判原告、柚木と申します。安倍の身勝手解散で野党共闘があわやという事態になりましたが、立憲民主党が立ち上がって、私は10月21日夕方の新宿駅バスタ前の大集会で、多くの群衆の中で何とかなるかもしれないという、希望というのは今言いたくない言葉の望みを持ちました。野党の皆さんと市民の共同で野党共闘が踏みとどまることができて本当に良かったというふうに思っています。結果として野党が3分の2を確保し、補完勢力もある中で、私は安保法制違憲訴訟が今行われていて良かったというふうにも思いました。この安保法制違憲訴訟は全国の21の都道府県で今24件の裁判が行われています。最初に提訴した東京の裁判はこれまで5回の口頭弁論が開かれ、来年の1月末には証人尋問も行われるところまで来ています。
私たち女の会の裁判も11月15日14時半から103号大法廷で3回目の弁論があります。傍聴者多数の目の中で裁判所がきちんとした判断をしてもらえるようにぜひ多くの皆さんに傍聴に来ていただきたくお願いいたします。そしてもう一つ私があってよかったと思うのが安保9条改憲の憲法を生かす3000万人署名です。女の会は急な解散を聞いて一票で変える女たちの会の皆さんと共に10月8日マリオン前で平和って何だろう私たちが実現したいものはこれですというこのちょっとしか見えないかもしれませんが、カラフルなビラを配り3000万署名に取り組み女たちのリレー投稿しました。30名を超える女性たちがマリオン前で2時から5時過ぎまで有楽町でアピールをしたのです。2回目はあいにくの大雨で中止としましたが今後もぜひこの署名集めを継続していきたいというふうに思っています。この署名を日本の隅々に広げて安倍の野望にストップをかけましょう。私たち女たちの主張はまず憲法9条改憲で戦争のできる国にするのはごめんです。差別と暴力のない本当の平和を求めます。女性の権利の否定は許しません。憲法を犯し強行採決された安保法制の廃止を求めますというものです。皆さん昨日公表された世界経済フォーラムの男女平等ランキングで日本はまたランクを下げました。144カ国中114位です。下から数えた方が早い。そして相変わらず先進国の最低です。戦争への道は女性の権利を否定します。22歳になったら結婚しろ、出生率を上げろ、子供を5人産め、10人産めとか言われるような社会はもうごめんです。自民党が狙う9条そして13条24条の改憲に皆さんの力でストップをかけましょう。よろしく。日野木さんありがとうございました。それでは、最後に行動提起を総係行動実行委員会から山口紀子さんお願いします。皆さんご参加ありがとうございます。暑いお天気でしたけれどもそれでも良い天気に恵まれて約4万人の皆さんで国際合意が達成することができました。皆さん今日のこの集会の力をさらに地域の中で広めていただきたいと思います。行動提起です。先ほど来3000万人の署名の皆さん訴えをさせていただいております。安倍9条改憲の全国市民アクション3000万人署名、皆さん3000万人どう思われますか。この間の総選挙で自民党が小選挙区で得た票が2650万票です。ぜひ3000万の署名を自民党政府に突きつけていこうではありませんか。それだけの力を皆さん持っています。私たち持っているはずです。ぜひ皆さん署名に取り組んでください。そして12月20日が第一次締め切りになっております。ぜひぜひ皆さん今日帰られたらすぐ早速ご近所も含めて署名活動を歩いていただきたいと思います。そして11月19日国会前行動、その日は日曜日ですので2時から国会議員会館前で開催をいたします。12月19日、これは平日ですので18時30分から国会議員会館前で開催をいたします。私たちのこのエネルギー継続をしていくのは大変なことですけれども、ぜひ皆さんの大きな力をいただいて毎回の集会成功させていこうではありませんか。よろしくお願いをいたします。そして来年のことを言うと鬼が笑うかもしれませんが、1月7日日曜日北トピア、これは北区王子の駅前ですけれども、そこの桜ホールで戦争止めよう安倍9条改憲の2018年新春の集いという、決して楽しい集いになるか分かりませんけれども、意義ある集いにして新年心を新たにまた皆さんと安倍改憲ノーの運動を築いていきたいと思っております。ぜひぜひ皆さんご参加ください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。
皆さんと一緒にコールを上げていきたいと思います。コールは総係行動実行委員会の藤原あさこさんです。お集まりの皆さん、4万人の私たち市民の声を国会に向けてコールしていきましょう。改憲反対、救助守れ、改憲反対、救助守れ、安倍改憲は許さない、改憲させない、憲法を生かそう、改憲させない、憲法を生かそう、戦争反対、命を守れ、戦争反対、命を守ろう、